君、準備はできたもうお家出るよ。うんああ、もちろん今日の君も可愛いよ。それ、この前私がプレゼントしたものだよね。着てくれたんだ。嬉しいよ。うん、とっても似合ってるよ。好き。え私もかっこいい <laughs> ありがとう。君にそう言ってもらえると、自信がつくよ。そうだよ。これ、君がくれたやつだよ。<laughs> 合わせてないのに、お互いプレゼントしてくれたものを着てるね。面白いね。うん。それだけ息ぴったり、ということで。じゃあ、そろそろ時間だし、行こうか。 えお出かけ前のキスしたいの <laughs> いいよ。私もしたいって思ってたから。目つむって。これでいいうん、よかった。ん今日はどこに行くのかそれは。 行ってからのお楽しみだよ。今日は一年記念日だからね。面白いところに連れて行ってあげる。ふふ、君とっても似合ってるよ。んなんですねてるんだいえこっちじゃないええー、でも君は絶対ドレスの方が似合うと思ったんだもん。 そんなに頬を膨らませても可愛いだけだよ。私のかわいいかわいいお嫁さん。改めて言うけど、君のウェディングドレス姿、とっても似合ってるよ。照れてるのねえ、顔隠さないで。もったいないよ。私に君のかわいい姿をもっと見せて。 かわいい、かわいい。いっぱいよしよしして甘えさせたくなるね。ところで、私はどうかなタキシード姿、ちゃんと似合ってる世界一のイケメン <laughs> 君、それは大げさじゃないそんなことはないそっか、ありがとう。 君にそう言ってもらえて嬉しいよ。え今すぐ抱いてほしい君何言ってるの違う何がそのくらいかっこいいってことを伝えたかったあ、あなるほど。そういうことね。でも君、冗談でもそんなこと言ったらダメだよ。 私、本気にしちゃうから。今すぐにでも君を生まれたままの姿に向いて、めちゃくちゃにしたいと思ってしまった。ねえ、ちょっと会場を回ってみようか。ブライダル会場なんて、めったに来れないからね。せっかくの機会だ。うん、いいね。あそこに行ってみよう。お手をどうぞ。 ここは、新郎新婦が誓いのキスをするところだね。ねえ、私たちもしちゃおっか。何をって、誓いのキスだよ。それ以外に何があるのええー、別にいいじゃん。キスくらい、いつもしてるんだから。今更恥ずかしがるものじゃないでしょそれに、 私、君にさっきそそのかされて、熱を持て余してるんだ。責任を取ってくれよ。ん何人が見てるそんなの、関係ないよ。君はしたくないの私とキス。<laughs> ならいいじゃん。しよ。 私たちがしたいからする。それでいいじゃん。むしろ、見せつけてやろうよ。私たちのイチャイチャを。ねうん。ベール、とるよ。君、すごく綺麗だよ。<laughs> 照れてるのやっぱり君には、綺麗より可愛いの方が似合うかな。 ねえ、するよ。これは予約。君、待ってて。大学を卒業して就職したら、その時は私から君を迎えに行くよ。うん。これは愛の告白。プロポーズだよ。 それだけ私は君に本気ってこと。ねえ、君の返事を聞かせてくれるかな私のプロポーズ受けてくれるもちろん受けるそっか。 別に泣きそうになってない。もううるさいな。可愛いところあるじゃんって。君にからかわれるなんてね。いきなり何って悪い口は塞がないとね。私をからかった罰だよ。おうちに帰ったら。 ベッドの上でたっくさん可愛がってあげる。今日は寝られると思わないでね。私のかわいいかわいいお嫁さん。